私の専門は気象学です。気象学というのは温帯低気圧や台風など身近な大気現象や大気の大循環の仕組みを物理で理解する学問です。最近の観測技術や計算機技術の進歩によって小さな現象も手に取るように分かるようになり、気象学は新しいフェーズに入っています。私が特に力を入れているのは大気の波と大気の大循環の力学です。気象学がカバーする大気というのは温度構造によって下から対流圏、成層圏、中間圏、下部熱圏と分かれています。このうち対流圏の大循環は日射が赤道で強く、両極で弱いというように、地球が受け取る太陽のエネルギーが緯度によって違うことで駆動されています。ところが成層圏や中間圏の大気大循環というのは全く違っていて、大気の波が下から上に運ぶ運動量によって駆動されています。私が特に注目しているのは大気重力波と呼ばれる 1000km 以下の小さな波です。大気重力波というのは、物理の相対論に出てくる重力波と混同されがちなんですが、全く異なるものです。大気重力波は大気中の浮力を復元力とする波です。例えばある高さの空気階を上に持ち上げたとします。そうすると周りよりも密度が高くなりますので元の位置に戻ってきます。しかし最初に持ち上げた分だけの位置エネルギーの分、オーバーシュートします。そうすると今度は、周りよりも密度が低くなりますので元の位置に戻ってきます。そしてこのように上下に振動が起きます。大気重力波というのはこの上下の振動がですね、少し斜めになった、そういう状態のことを言います。大気重力波は例えばラジオゾンデと呼ばれる気象測器を気球につないで打ち上げ観測したときに揺らぎとして見られる現象です。主に対流圏で発生して成層圏や中間圏に伝播していき、そこで運動量を運んでいきます。でそれによって成層圏や中間圏の循環が駆動されます。成層圏や中間圏の循環は、赤道と中高緯度の気候のつながりや北半球と南半球の気候のつながりを理解する、つまり予測する上で非常に大事だということが最近分かってきました。大気重力波はとても小さいので天気予報や気候予測に用いられる全球の気候モデルでは通常改造できず、パラメーター化して与えられています。ところが最近の研究によりまして、極域、特に南極での重力波のエネルギーは非常に大きいということが分かってきて、大気大循環やオゾンホールの季節変化に大きく影響するということがぼんやりと分かってきました。しかしその実態は未だ未解明なのです。大気重力波を精密に捉えられる測器に大型大気レーダーというのがあります。これは重力波の運動量輸送を直接計測できる唯一の測器です。中緯度や赤道域にはあったんですけれども、南極にはとにかく環境が過酷でなかなか実現しませんでした。そんな中で私たちは2000年から東大と極地研を中心とするパンジープロジェクトで、南極でも建設とオペレーションが可能な大型大気レーダーの技術を検討し、2011年に幸い世界で初めて南極での大型大気レーダーの建設に成功し、2012年の4月の末に本格観測を開始しています。今気象学はとても面白いフェーズにあります。まず観測では南極に大型大気レーダーが設置され、これまでパラメータとして扱われていた大気重力波の実態が大気現象として研究できるようになりました。次にスーパーコンピューターの発展によって全球の重力波が解像できるようになります。そしてそれらの解釈のためには重力波を含む新しい3次元の理論が必要で、その理論の構築も進んでいます。実はこの高精度観測、高解像モデル、重力波を含む3次元の理論というのは私たちの研究でまさに行われているものです。この観測、モデル、理論を組み合わせることによってこれまでできなかった大気大循環に関する新しい見方が可能となって、日々、学生たちとワクワクするような時間を過ごしています。学生たちにいつも言っているのは、とにかく明るく過ごしなさいということです。世の中に発信するのはうまくいった成果だけなんですけれども、研究はつらい長い時間が9割、
楽しい時間は1割ぐらいです。その辛い9割の時間を過ごし乗り越えるためには、日頃明るく過ごすことが大事だと思います。仲間といろいろ議論をしたり、まあ、冗談でもいいんですが、明るく過ごしているうちにある時パッとひらめく瞬間がやってきます。でそうすると大抵のことはうまく乗り越えられるものだと私はこれまでの経験から思います。